タクシー運転手のための中野区ガイド。こんにちは、タクシー運転手の皆さん。今日は東京都中野区の特徴や押さえておきたいポイントをご紹介します。中野区の概要。中野区は23区の西部に位置し、商業エリアと住宅エリアがバランスよく存在するエリアです。サブカルチャーの中心地として知られ、多くの若者や観光客が訪れます。アクセスもよく、新宿や渋谷などの主要都市への移動も便利です。主要スポット、まずは主要な駅をご紹介します。中野駅、 JR 中央線と東京メトロ東西線が乗り入れるターミナル駅で、商業施設や飲食店が集まる繁華街です。東中野駅、 JR 中央、総武線と都営大江戸線が利用でき、乗降客が多い駅です。新中野駅、東京メトロ丸の内線の駅で、周辺は住宅地が広がっています。次に主要なスポットをご紹介します。中野ブロードウェイ、アニメ、漫画、フィギュアなどのサブカルチャーショップが集まる商業施設で、国内外のファンが訪れます。哲学堂公園、明治時代の哲学者井上円了が創設した公園で、歴史的建造物や庭園が楽しめます。中野セントラルパーク、オフィスビルと公園が一体となったエリアで、イベントやマーケットが開催されることもあります。タクシー運転手へのアドバイス。住宅地の需要。中野区は鷺宮や沼袋、高田など住宅街が多く存在します。これらのエリアでは朝夕の通勤時間帯や深夜の帰宅需要が高まります。ファミリー層や単身者が多いため、夜間の需要も見込めます。サブカルチャースポットへの送迎。中野ブロードウェイや周辺の店舗には国内外から多くの観光客やファンが訪れます。特に週末やイベント開催時には需要が増加します。飲食店、バーへの送迎。中野駅周辺は飲食店やバーが多く、夜間の需要が高まります。終電後の時間帯は特に乗客が見込めます。イベント情報の把握。中野サンプラザや中野セントラルパークではコンサートやイベントが頻繁に開催されます。これらのスケジュールをチェックし、需要の増加に備えましょう。注意点。道の複雑さ。中野区内は細い路地や一方通行が多いエリアがあり、特にの方や新井薬師前周辺は注意が必要です。事前に主要なルートや抜け道を把握しておくことで、スムーズな運行が可能になります。交通規制と渋滞。中野通りや青梅街道、早稲田通りなど主要道路は通勤時間帯や週末に渋滞が発生しやすいです。リアルタイムの交通情報を活用し、迂回ルートを検討しましょう。